こかな。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回はデアゴスティーニさんの試験販売分で NSX14 号を組み立てます。こちらは探索団のアラワングマさんにまた送っていただいております。アラワングマさん、いつもありがとうございます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでの NSX の組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね、評価、皆さんいつもありがとうございます。バラバラバラ、ちょっと内容的にはちっちゃくて軽いものが袋全部ね、ちゃんとねこう丁寧に袋に入っていてね、すごい。このチャック付きの袋はね、後で再利用できるので助かります。はい、4つ小袋に入ったちっちゃいパーツが4つ届きました。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーす。しょい。はい、では14号なんですけど、すごいね、あの車のカタログみたいな感じのマガジンになっちゃってめっちゃかっこいいんですけど、マガジンの内容としては3.5L V6DOHC ツインターボエンジン全編 NSX 専用パワーユニット開発の内容と、それからシビック2代目についての内容と、それからレーシングトピックで景品 NSX コンセプト GT が3位表彰台というあの内容になっていました。マガジンね、めっちゃかっこいいです。はい、それではパーツから確認していきます。今回はエンジンの補機類を組み立てるということで4つのパーツなんですけど、これがフロント側の補機、それからリア側補機 A、 リア側補機 B、 リア側補機 C ということで ABC なんで、この3つをガッチャンコする感じかな。今後では内部のエンジンを組み立てるということで、今までに組み立てたエンジン上部の前後にパーツを組み合わせようということです。はい、それではエンジン補機類を組み立てていきます。すごいね、このシルバーの塗装もしっかり綺麗にしてあって、全部同じ感じの素材かな。でこのなんか銃バンバン銃みたいなやつにを裏返して、でこれかな、これだ、これを形合わせていきます。パチン、ぴったり、隙間なし、パチンと組み立てたら、これをあ、ここに突起があって、それをこの切り欠きに合わせていきます。違うわ、このポコってなってるのとこのポコを合わせるんかな。そうだ、違った違った、え、これだ、ここになんかポコってなってて、それとこれを合わせるっぽい、こうかな、こうだ、できた。ほんで
じゃ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 ーん、これこちらのこの三角のとこ、この三角形のところにピッピッと大きいのとちっちゃいのがあるけん、大きいのとちっちゃいのを合わせる。入るかな？硬い？グラグラ？入ってない。押してもダメ、引いてもダメ。ちょっといまいち。ちょっとだけ削る？ちょっと多分塗装分がなかなか入らない感じかな。グイ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 、あ、入った、入りました。なんか放送されてるスピーカーみたい、放送で呼びかけされてるみたい。うん、合ってますね。こんな形、放送で呼び出しの形です。そしたら最後にこのエンジンフロント側補機、これをここの穴に、これとこれか、これとこれをここにつけます。よいしょ。で、もし外れやすかったら接着しましょうって書いてありますけど、あれ、これも入らないよー、入らん。塗装がやばい、剥げちゃうね。あー、傷ついちゃう、やばい。ちょっと、よいしょ。ちょっとだけだけど入らない。ちょっとだけグリグリさせてもらって、グリ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 、よし。あ、入らん。右は入った。うわ、入らん。左が入んない。こっちは入ったけどこっちが入らない。ここかな。あー、入らん。1ミリ入らない。こっちを削ろうか。結構削っちゃった。これで入れてみます。いいよ。あ、入ってないけど、もういいにする。入ってんのかな、これ。もうちょっとだな。しかもこれが角でめっちゃ押しにくい。よいしょ。いいかな、この隙間。
許される隙間これ。お。いいか。いや、気になる。何で押したらいいかな。まあ、いいか。どうしよう。なんかめっちゃ傷つきそうなのでこれで、まあ外れないのでいいと思います。合ってんのかなこれで。 この辺とかなんか全然こんな感じでいいのかな。写真がなくて、 あるけど隙間ありいいのか。はい、じゃあこれで完成にします。じゃーん。じゃあこっちのフロント側ホキとこっちのホキってなんだろう、ホキを組み立てました。これで14号は完成です。そして前回これ光らせれなかったんですけど、このメーターのところ、これね、このスターウォーズ X ウィングのがちょっと無理やりいけるかなと思って、本当はこれがね丸なんですよね。本当の X ウィングのやつってこんな感じで、こっちが四角でこっちが丸で、使える、ちょっと使えるかな。なんか大きさは一緒なんだよね。使っていいのかな。大きさ一緒なんでちょっと、でここはピンだし使えるかなと思ってやってみていいですか。壊れる？プチ。あ、光った。ちょっと待ってね。じゃじゃーん、こんな感じです。光っております。近くでメーターこんな感じに光ります。じゃーん、よかった見せれて。かっこいい。はい、ということで15号までが試験販売となっておりまして、で次回の動画がおそらく NSX は最後になると思います。アラワングマさん、これまでの試験販売全部送っていただきましてありがとうございました。それでは NSX の組み立て動画は再生リストからご覧になれますので、まだ他の動画を見てない方はぜひご覧ください。そして探索ではしょっちゅう模型作りの生配信もしています。視聴者さんを探索団と呼んでいます。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか。探索団はあなたの入団を待っちょうよ。それと15号のお知らせを忘れていました。15号ではこんな、トランスミッションハウジングを組み立てるということで、次号のパーツはなんかちょっと大きいのと、びっくりした、これだけかと思った、これとこれが届くみたいです。お楽しみに。だんだん、またね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回もタンサックの動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルではデアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。